ただいま。おかえり。今日ネギだよ。やった。いただきます。どうぞ。うまい。でもこれネギじゃないね。また俺を騙そうとしてるな。というわけで、うなぎの代わりに使っているのがじゃじゃん、ナスなんです。ナスで蒲焼きって意外に感じるかもしれませんが、油と甘辛のタレをたっぷり染み込んだナスはご飯との相性が抜群で、うな丼に劣らない美味しさなんです。作り方もとっても簡単ですので、よかったらぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体によくアレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理お菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。ナスはヘタ付きのまま魚焼きグリルに並べてね、焼きナスにしていきます。太さにもよりますけどね、10分から15分くらい焼くと柔らかくなります。魚焼きグリルのない方は蒸してもいいですし、焼き網の上で焼いても大丈夫です。ナスを焼いている間に合わせ調味料を作っておきます。小鍋にお醤油、お酒、みりんを入れて、で沸騰したら中火にして、で3分の2くらいの量になるまで煮詰めたら火を止めます。はい、で焼きナスができましたら皮をね、剥いていきます。焼きナスの剥き方なんですけど、爪楊枝を使うと熱い時でもね、簡単に剥くことができます。まずこのヘタの部分を薄くこんな感じで皮を取ります。そしたらこれをお尻の方に向かってピーッとやっていきます。そうするとこんな感じで簡単に皮を剥くことができます。またこうしてピーッと、皮をね、できるだけ薄く剥きたいので、この方法でやるととってもね、薄く剥くことができます。最後にこのギリギリのところを切ると、ほら皮が全部取れちゃって、あら便利。はい、こんな感じで皮を剥いたら手でね、開いていきます。こんな感じで手開き。はい、他のナスもね、こんな感じに皮を剥いて手開きしてください。全部皮をね、剥いて開きましたら、水分をね、ペーパータオルなどで拭いて、片栗粉をまぶします。全体にね、しっかりとまぶしていきます。でそうしましたらフライパンを温めて油を敷きます。結構ね、たっぷり敷いていきます。でここに片栗粉をまぶしたナス、開いた面を表側にしたいので、こちらが先に焼き目がつくように入れていきます。もう火は通ってますのでね、中火で焦げ目がつくまでね、パリッと焼き上げていきます。きつね色になってきたら、ひっくり返して裏面も焼いていきます。裏面もきつね色に焼けたら、一度ね、お皿にあげて、もう一組も焼いていきます。ナスが焼けたら、弱火にして、
先ほど煮詰めたタレですね、これを塗っていきましょう。で、これ裏面も、この時に火がね強いとね焦げちゃいますので、すごく弱い火でするといいですね。こんな感じで両面に絡めたら、ご飯の上にのせていきます。丼にご飯をよそります。今回玄米ですけどね、もちろん白米や雑穀米でも大丈夫です。普通のうなぎだとね玄米全然合わないんですけど、このうなぎもどきは玄米にすっごく合いますのでね。そしたらタレまぶしましょう。ここにナスを乗せてきます。交互に合わせるといいかな。山椒の粉を振って完成です。はい、では早速試食してみたいと思います。見た目ね本当にうなぎっぽくて、とろとろのしみしみでおいしい。うなぎの味はしないんですけど、このねふわっととろっとした感じがめちゃめちゃうなぎっぽいんですよ。このかば焼き本当にご飯のおかずになる。マクロビだとレンコンのねすりおろしでうなぎもどきっていうのを作るんですね。私も動画でアップしてるんですけれども、今の季節ねレンコンないんですよね、夏場って。でもやっぱり土曜の丑の日って夏がイメージですよね。夏食べたいなってなった時にレンコンないしっていうところで、このナス使われるとねすごくいいと思います。焼きナスを粉つけて焼くだけなのでめちゃめちゃ簡単で、ごぼうなんかでも作るんですけど、こうすりおろしていろいろ混ぜてってね形を作ってって工程がねちょっとね大変なんですけど、これはもうナスの形そのものがうなぎっぽいので形成の必要もないし、めちゃめちゃ簡単でいいですよね。で、今年の土曜丑の日はぜひこのナスのうなぎもどきで家族をねびっくりさせてあげてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。Thank you.